ギニア。ギニア共和国、通称ギニアは、西アフリカ生誕に位置する共和制国家。北に、セネガル、北西に、ギニアビシサウ、北東にマリ、南に、シエラレオネ、リベリア、南東にコート・ジボワールと国境を接し、西は大西洋に面する。首都はコナクリ。旧フランスの植民地の中でも、1958年に、 他の植民地に先駆けて国民投票で独立した国家である。正式名称はフランス語でレイプーブレイク・でギニー、レペブリック・ド・ギネ、通称ギニー、ギネ。公式の英語表記はリパブリック・オブ・ギニア、リパブリック・オブ・ギニー、通称ギニア、ギニー。日本語の表記はギニア共和国、通称ギニア。ギニアの国名の由来には諸説ある。 赤道ギニアやギニアビーサウ、パプアニューギニアとは、それぞれ別の国である。これらを区別するため、首都の名を冠して、ギニアコナクリと呼ばれることも多い。十二世紀に、ガーナ王国が滅ぼされると、は、反イスラムのを起こして、ベルベル人のムラービト町に対抗した。十六世紀初頭に、ヨーロッパ人が、奴隷貿易の地域の一つとして、入植を始めた。 1725年、フータジャロンノをオートとする、フラニジンの1725年から1896年を起こした。1878年、サモリ・トゥーレガをオートとするの1878年から1898年を起こした。1887年に、イギリスからフランスへ譲られた、ロス諸島に1890年に、 コナクリを首都とする植民地が建設され、1890年にが初代総督に就任。1895年にフランス領西アフリカに併合された。1958年にフランスからギニア共和国として独立し、セクトゥーレ大統領任期、1958年から1984年が就任した。この時、 創主国であったフランスはギニアへの一切の援助を打ち切り、公共施設や道路を破壊し尽くすなど国家テロに手を染め、国土台帳などの書類や公共施設にあった備品をすべてフランス本土に持って行ってしまった。そのためギニアは世界最貧国に転落し、この状況を打開するためトゥーレは社会主義施策を指揮、政敵及び人権論者の抑圧を行った。また、 アフリカ諸国連合に加盟したりもした。1970年11月22日、緑海作戦、ポルトガルの植民地戦争中のギニアビサウ独立、戦争の戦闘の一つ。1984年にトゥーレが死亡すると、無血クーデターにより、ランサナ・コンテ大佐が政権を掌握した。コンテはトゥーレの政治路線を大きく改め、 国際通貨基金や世界銀行などの国際機関からの支援へつつ、旧社会主義体制から自由主義体制への移行を推進した。1993年に初の大統領選挙が行われた後、1998年、2003年に大統領選が行われたが、いずれもコンテが当選している。しかしその選挙結果や、 2001年の国民投票で大統領任期を5年から7年に延長するなど独裁色を強めたコンテの政治手法については多くの議論が交わされている。2007年1月にはコンテ政権下における政治腐敗の横行や物価上昇、財政悪化に抗議し大統領辞任と首相ポストの新設を要求する労働組合によりゼネストが発生。 首都で発生したデモでは、市民と治安部隊、警察の間で衝突が発生し、数十人もの死者、200人以上の負傷者が生じた。ストライキは18日間にも及び、コンテ大統領と組合間で合意が結ばれ集結がられたものの治安は悪化。2月には大統領が国家非常事態を宣言、戒厳令を敷いた。その後も不安定な正常が続き、 クーデター発生の可能性も出ていた。首相の任命をめぐる政府とーソの立場は対立していたが、近隣諸国及び西アフリカ諸国経済共同体、エコワス仲裁ミッションの働きかけもあり、2月23日に戒厳令は解除され、ーソは同27日よりゼネストを中断することを発表。3月2日までに老祖及び市民団体により推薦される、 首相候補の中から新首相を任命することが合意され、アフメド・ティジャン・ヌス・アレが新首相に就任した。2008年12月22日、コンテ大統領が死去し、国民議会のアブバカル・ソンパレ会議長が大統領代行に就任したと報じられたが、翌12月23日、軍の一部勢力がを起こし、仕官ら数千人の兵士が、コナクリの国営テレビ局を占拠。 陸軍燃料補給部隊長のムーサラディカマラ単位は憲法停止や政府各機関の解散、軍人や文民から構成する評議機関、民主主義発展国家議会、ナショナルカウンシルフォーデモクラシーデベロップメントの設置を宣言。政府側による目立った抵抗はなく、粉栗を制圧した。ただ、ギニア陸軍軍参謀総長は、クーデターに参加したのは兵士の一部と語り、 コナクリ近郊の軍駐屯地で反乱軍と政府軍の代表が交渉を行っていると説明。カマラ大尉もフランスのテレビ局に軍内部で多数派ではないと語り、軍として憲法に基づく権力以上を支持していることを明らかにした。一方スアレ首相はフランスのラジオ局に政府は今も実権を握っていると述べ、クーデターは成功しなかったと強調。軍関係者らに 事態の沈静化を求めた。24日、カマラ大尉は今後2年間、陸軍が暫定的に権力を保持し、2010年12月に自由で公正な選挙を実施する。権力を握り続ける意図はないとの声明を発表。地元記者らに対し、自らが暫定政府大統領として指名されたと宣言した。 カマラ大意と民主主義発展国家評議会の勢力は同日、コナクリ市内をパレード、手を振って市民に呼びかけたところ、数千人の市民から歓迎の声が上がった。また、民主主義発展国家評議会は、同日、国内全域に夜間外出禁止令を敷いた。スワレ首相は24日未明に、政府は今も実権を握っていると重ねて表明したが、 その更新の安全のため所在を明らかにせず、首相に連絡が取れない事態になるなど混乱した。しかし翌25日、カマラ大尉の求めに応じた、スワレ首相と閣僚ら約30人は、コナクリ近郊の陸軍基地に投降し、基地内でカマラ大尉と面会。スワレ首相らは、同グループへの降伏の意思を伝え、カマラ大尉の新政権を正当な政権と認めると述べた。 地元ラジオ局は、スワレ首相が、カマラ大尉を、大統領と呼び、我々はあなたに従いますとベタ肉声を伝えた。スワレ首相は、記者会見でも、同様の意思を示し、カマラ大尉の実権掌握と、暫定大統領就任が確定した。カマラ大尉は、スワレ首相と閣僚らに、身の安全を約束した上で、国を内戦に引き込む、武力衝突を避けられるようにしてほしいと述べ、 スアレ首相に無欠クーデター成功への協力と新政権を支援するよう促した。暫定大統領に就任したカマラは2009年中に選挙を行うと公表。カマラ自身が選挙出馬を表明した。2009年9月28日、9月28日スタジアムで大規模抗議集会。十二月三日に側近の注意による暗殺未遂事件で、 カマラ暫定大統領は頭を打たれ、重傷を負う。同日に暫定大統領に就任した、防衛大臣のセクバコナテ大将が、大統領選挙実施を引き継ぎ、2010年6月27日に投票が行われた。2010年11月7日、大統領選挙の決選投票が行われた。独立国家選挙管理委員会は、野党指導者アルファコンデが、 得票率52.52% 52で、ディアロ元首相の得票率は47.48%であったと発表。同年12月21日にコンデが大統領に就任した。2011年7月19日、コナクリ市キペ地区にあるコンデ大統領の指定が軍人の集団により襲撃される事件が発生した。ギニアは立憲共和制国家である。 現行憲法は1991年12月23日に国民投票により承認されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。再選制限はない。首相と内閣に相当する閣僚評議会、コセイユでミンガーズのメンバーは大統領により任命される。こと。議会は一員制の国民議会。 アセンブレーナスヤマル。定数114議席。議員は国民の直接選挙で選出され、任期は5年。ただし、国民議会は2007年に任期を終えた後2008年末にクーデター政権より解散された後、依然として国民議会選挙は実施されておらず、2010年に設立された国家暫定評議会、CNT が暫定の立法機関となっており、 2012年7月、現在、国民議会は存在しない。主要政党には、ランサナコンデ、2008年12月22日死去、率いる統一進歩党、PUP があり、1984年から24年間続いた、コンテ長期政権の維持に利用された。現在の与党は、コンデ大統領が党首である、ギニア人民連合、RPG を中心に結成された。 二次同盟、アライアンス・アーク・ウェンシエルと呼ばれる政党連合を形成している。主要野党としてはギニア民主勢力連合、ユフーチなどがある。最高司法機関は最高裁判所、クアサポリムである。ギニアの地方行政は7つの州と33の県に分かれている。主要な都市は、コナクリ、首都、ゼルコレ、キンディア、ボケ、カンカンがある。首都コナクリのある、 海岸部は熱帯雨林の広がる平野が広がっている。そこから内陸に入ると、標高は高くないが、分水嶺をなすフータジャロン山地があり、草原が広がる。フータジャロンを越えると、サバンナが広がる上、ギニアと呼ばれる地域となる。労働人口の80%が農業に従事する。独立時には、バナナ、パイナップル、コーヒー、ピーナッツ、 パーム油が主要輸出物であった。今や貿易サイトに交代し、ダイヤモンド、金などを含め、工業が主要産業。ただし、コンテ政権末期から、経済状況は悪化し、貧困層が増大している。汚職、政治的不安定、不透明予算システムから、外国からの投資が遅れている。米国との間で、投資保障行為がなされ、米国投資家には、 海外民間投資会社アピックにより政治リスクの保険がある。2005年にマリとの間に道路が新設されたが、補修ができず流通が不十分である。電気と水の供給不足が頻繁で長引くため、高価な発電機とその燃料を使用せざるを得ない。主要会社は政府と米、アルコア及び両ティント、アルキャンの合弁 CBG で年間1400万トンを輸出。 他に、ルサール、ロシアガフリア及びキンディアの生産、グローバルアルミナとアルコアアルキャンは、おのおの20億ドル、15億ドルの精錬事業を計画しており、サブサハラ最大の民間投資となる。住民は、フラニ族、マリンケ族、クペレ族、キッシ族、など。言語はフランス語が公用語だが、日常生活では、各民族ごとの言語を用いている。 宗教はイスラム教が85%、キリスト教が8%、現地宗教が7%である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。